はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイトゥダイ。今回はね、どうしよっかな。何が足りない？肉だな、これは。鹿肉。鹿肉。16個。16個。で、ショットガン多いな。ああ、これがないと分解できないからね。これがないととか、これがあると。よし、2分。まあいいんじゃない？よし、作ってる。で、こっちは水が31個。穴だらけ。確かに穴だらけだね。もう拠点作らなくていいか。いやー、でも作りますわ。作るというか、なんというか。あ、これ何？ 9 ミリか。そうだ、ヘルメット作ろう。ヘルメットはアイアンヘルメット。あ、やべ。あ、ちゃんとある、よかった。ってことはこいつをなんか2枚ぐらいでいいかな。で、とりあえず上上がってみようか。どんな感じだったっけ。あ、そうだ、一番上にこれ作ったんだったね。バッテリーねえじゃん。バッテリーないじゃん。よし。じゃあ、そうだ、これ作って前回終わったんだ。じゃあ、まずバッテリーつけて、試験からやっていこうか。で、バッテリー外して。ああ、足元照らせないのか。ミスった。まあ、一回足元は照らせなくても、むしろちょうどいいか。むしろちょうどいいな。よいしょ。乗り降りしたら進んでく。なんかそういうのあったな、どっかのゲームで。超高速移動みたいな。なんだったっけな。なんだったっけな、覚えてないな。こいつ？あれ？どれがついてないの？あ、もう全部ついてるか。うわー、結構な範囲で黒いライン出ちゃってるな。まあ、いっか。まあ、こんな感じで。なんか、いい感じになってるんじゃない？よし、そしたら、なんだっけ、フェンス。ワイヤー。これだね。126個しか作れない。ワイヤーある。棒が足りないんだね。お、ゾンビ来るんじゃない？やった、来たよ。第一犠牲者。さあ、どうなる？お、殴りもしないんだ、これ。あ、殴りやがった、あいつ。あいつ殴り始めた。こいつも殴り始めた。壊れるのかな？とか、あいつらダメージ食らってなくね？うーわ、壊された、もう一個。はいや。うーわ、こっちも壊された。やっと死んだわ。これは意外と残念な感じかな。これは意外と残念だね。一応倒すけど、結構遅いな。こいつらを当てにしてたらダメだね。
しかも回収するために取ったらさ、置けないんでしょ。ほら、ゾンビがいるから置けない。アウトだわ。しかも下拾っちゃったや。この下行って簡単に回収できないし。飼育ダメージボーナスって今出てたぞ。なんでダメージボーナス出るんだよ、死体に。うーわ。うーわ。うーわ。すっごくざ、ああ。ああ。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。4番。取りすぎた。いって、サボテンか。これどうしよう。よし。よし、置けた。置けた。もう先に倒しといとくか。これはあれだな。ただの足止めだな。足止めして、これで足止めされてる間に打ち倒せってやつだな。だから結局はなんだかんだ言って俺が倒すことになりそうだ。そういえばゾンビどんだけ倒してるんだろうね。何千匹でしょうか。何千匹でしょうか。そうだ、ついでだから謎謎謎にしちゃうか。 答えは次回の動画でみたいな。何千匹、前見た時2000は言ってたよね、確かね。2000匹は殺してた気がする。ステータス画面で見えるっけ。見れないよね、多分。 i 押さないと分かんないよね。何千匹か。ちゃんと次の動画で答えをやるの覚えてるかな。あ、カウンタースタートするの忘れてたし。やばいの忘れてそうだな、次の動画で。忘れてたら怒られるわ。あれ？トーチ取れない。イベントいっぱい。めんどくさいから、上を歩く。よいしょ。砂、土。ゴミだな、ゴミいっぱい拾ったせいか。よし、これでトーチ拾える。よし。どうなんだろう、ここ。こんなにやってるけど。こっち側だな、やっぱり。次は。どんだけのゾンビ耐えられるかだよね。でも犬が攻撃しだしたらさ、全然耐えられなさそうだし、この上ゾンビが走り出したらもう一発でアウトだし。ダメかな？意外とダメかもね。意外と耐えられない気がしてきた。ゾンビが上走るのかを確認したいな、あとは。ゾンビが走るなら、あれ？そうだよ。置けねえし。ゾンビを上走っちゃうならもう、なんていうの、上にも置くしかないよね。2段目3段目のフェンスを。フェンスのいいところはこれだよね。置いたの回収できるから。だから本当は壊れそうなフェンスは一回回収して置き直すっていうのも鉄が少ない時にありかもね。やりすぎかな。
だな、やっぱり。よいしょ。こっちちょっと暗いの嫌だね。この箱って何か入ってるんだっけ。ああまあゴミ。あ、ちょ待って、これはゴミじゃない、これもゴミじゃない。多分ここに置いたらここ拾いに来なくなるから、多分こっちかな。もう出るときさ、あれでいっか、上走るか。それでいい気がしてきた。そんな食らわないし、俺に食らわないってことはゾンビも食らわないんだよね。だいぶ倒すの時間かかってたしな。どうよこれ。よし、まだまだなんかしょぼいね。まだまだって感じだね。こっち側だな、やっぱ。あとはこっち側やって、もっとね、ありえないぐらいの量でいきたいよね。これぐらいだったらまだ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 ありえる。こっち側も削るか。具体的な要塞作りたいもんな。よーし、こっちももういっか。いやー、もうちょっとだけ開けとくか。気持ちいい。あ、やっとゴアブロックなってる。やっとゴアブロックなってる。よし、あっちは空中に死体できちゃってるし、結局。よし、あー、なんで地面が削れるかな。地面削れるのめんどくさいな。こいつも壊しときましょうか。なんだこれ。サボテンに当たってたよ。え、そこ？サボテンが壊れた。よーし、これでいいや。よし、こっちもまあまあ。ダメだな、ここ。うわ。ちょ、待って、たまたまたま。お前らは来るな。当たんねえし。当たんねえし。はい。時間切れ。あ！時間切れなったわ。残念でした。コード来ちゃいます。何秒なんだろうね、見つかってから。まあいいや。ただ問題はね、俺ホードなんかよりね、足がつって足が痛い。しかもゾンビがなんか変なところに湧いてるし。あ、痛い痛い痛い、足痛い。
足つって足が痛い。そっちの方が俺、被害がでかい。なんかあっちゃこっちで壊してる音するな。お、歩いてきた、歩いてきた。大実験だな、これ。実験に参加してくださってありがとうございます。無理だなこれ、フェラルフォード。やっぱりこれただのフォードだもん。しかもさ、頭の位置動くし、ゾンビたち。しかも死体回収できないし、警察官絶対死体回収できないし、こんなんだったら。無理だな。こいつ意外と順調に進んできてるし。1ウェーブでこんなんじゃ無理だね。これから何ウェーブも来るんだもん。あ、何ウェーブかも来てるのかな。無理だね。しかさっき殺した数予想してもらったけど、このフェラルフォードで、フェラルじゃない、ただのフォードでだいぶ数稼いでるな。ずれるわずれるわ。じゃこの動画が終わって、次回の動画がスタートする頃に何匹なってるかだね、キルカウントが。あ、やばい、あと2列しかない。やばいやばい、あと1列しかない。1箇所、一列しかない。やばい、殴ってる。やばいって。やばいって。あー、フェンスに当たって攻撃できない。あっち、あ、いける。ダメだ、フェンスに当たる。いや、あいつ当たってなくね。よし、これ突き抜きできないわ。肉壁がある。そしたらもうこんな終わりかな。お、いいね、出てきた出てきた。どうせなんで漁れるだけ漁りましょうか。回収しちゃった今。ひどいなこれは。もうダメだね。まあ今回のフォードによりこの作戦が大失敗ということが分かりました。全然処理できないわ。やっぱ奥なら食いだね。今回のじゃダメだ。うん、あ、やったやったやった。どうしようどうしよう、これかな。うそ、うっそー。こんなんさ、モーションキャプチャーとかでさ、めっちゃ動くようになったら絶対ヘッドショットできないわ。あの、なんだっけな、あのゲーム、キリングフロアみたいな感じで敵もモーションキャプチャーされて、それによって動きますみたいなこと言われやしたらもう終わりだわ。あ、違う。よし。
どうしようかな。ショットガンバラしたいよね、とりあえず。ちょっと待って。554はいいや。505もいいや。あ、このバレルはいいや。とりあえず、拠点がひどいことになった。ダメだこりゃ。これはフェラルホード来た一発アウトの感じだね。多分どんだけ遠くまでフェンスを置きまくっても知れてるわ。走ってくる夜のゾンビたちに太刀打ちできないわこんなんじゃ。やっぱりやるならあれかな、杭だな。杭というかスパイク。これこいつしかないわ。バラードフェンスワイヤー。あれ？何これ？これとこれ別？一緒だよね。ダメだね。ヘルム作ろう、とりあえず。ヘルム。ヘルメットか。インベントリー。出すか。あ、違う、ショットガンじゃない、こっち。ゴミ。ゴミ。ダメならいいの出ないな。591か、ちょっと残念。あ、嘘。マジで？今のは見なかったことにしてね。今のページ見なかったことにしてね。というわけで、今回はここら辺で終わりたいと思います。次回、ゾンビ殺した数をね、出したいと思います。ね。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったら次の動画見てください。セシカでした。